サンフランシスコで2005年4月29日に行われたクリティカルマスクリティカルマスは多数の自転車利用者が週末に一緒に走り自転車に優しい街づくりをアピールする狙いがある1992年にサンフランシスコで始まり現在は世界各地へと広がっている最も典型的なクリティカルマスは金曜日の夕方や土曜日に 大量のサイクリストが都心を一緒に走り回り、自転車に優しい街づくりを求める動きである。自動車乱用による公害である、大気汚染、公害、騒音、振動、悪臭や渋滞による救急車や警察車両など、到着遅延が深刻な問題となる中、自転車のエコロジー的な長所をアピールし、ベルを鳴らしたり、カラフルな服装をする場合もある。ニューヨークなどの大都市では、 月に一回定期的に行われていることもある。主催者が組織的に参加を募る場合もあるが、どちらかというと自発的に集まって行う場合が多く、発生すると表現される。このような動きは1970年代からあったと言われているが、現在の形のものはサンフランシスコで1992年9月25日の午後6時に開始されたものが初めてである。 クリティカルマスは世界各地に広がるとともに自転車利用以外の問題に関しても発生している。日本にも自転車に優しい街づくりを求めて定期的に行っている例がある。また、半原発などをテーマに集まるクリティカルマスもある。ありがとうございます。